オールズモビルビスタクルーザーは、1964年から1977年まで、ゼネラルモーターズのオールズモビルディビジョンで製造された、ステーションワゴンである。ビスタクルーザーは、オールズモビルカットラス、F、F-85 を基本にしていたが、1973年モデルに、先立って、ホイールベースが、カットラス、F、F-85 のセダンより5イン長いものに、変更された。 ビスタクルーザーは2列目の座席の上にある窓と過失の上の小さなガラスパネルに特徴があり、1964年2月4日に1964年モデルとして発表された。このボディスタイルはオールズモビル特有のものではなく、ビュイックスポーツワゴンとも共有しており、次世代のオールズモビル製の中型ワゴンには継承されなかった。しかし、 このスカイライトコンセプトは1991から92年モデルのフルサイズ車のオールズモビルカスタムクルーザーや GM 内の兄弟車1991から92年モデルのビュイックロードマスターワゴンで再び利用された。ワゴンをベースにした車で前向きの3列目の座席を持つことも珍しかったが、フォードフリースタイル、フォードトーラス X とイーグルメダリオンでも同様な。 形式が見られた。第一世代のビスタクルーザーは2列目の座席の上に分割式のスカイライトを備えていた。1964年、ビスタクルーザーは同一のホイールベースの F-85、カットラスインターミディエートをベースにした F-85 のステーションワゴンとフルサイズのダイナミック88、フィエスタと共にオールズモビルが提供する3種類の ステーションワゴンの中の一つであった。1965年から1970年モデルまで、ビスタクルーザーは、オールズモビルが、フルサイズのダイナミック88シリーズでワゴンを、提供せず、インターミディエートの F-85、カットラスがこの期間は、短いホイールベースだったために、ディビジョン中最大のワゴンであった。ビスタクルーザーは、オールズモビルのインターミディエートと、 並行して1964年から1967年モデルでは 330CU インの V 型8気筒エンジンを搭載し、出力は粘土とキャブレターによって210から320までであった。変速機は2足、z ットアウオートマチックトランスミッションと稀ではあるが3足、コラムシフトと4足フロアシフトのマニュアルトランスミッションが提供された。 1968年モデルの g m 製 a ボーディの大幅なデザイン変更によりに分割スカイライトはワンピースのものになりホイールベースは120インから121インへ延長された。1968年から1972年モデルでは 350CU インの V8 エンジンが標準でオプションで1968年から1969年モデルまでは オールズモビル 442-400CU インの V8 が1970年から1972年モデルまでは 442-455CU インの V8 が設定されていた。変速機は2種類のオートマチックトランスミッション2速、ジェッタウェイまたは3速、ターボハイドラマティックとまれではあるが、 標準の3足コラムシフトとオプションのファースト射精シフト付き4足フロアシフトが提供された。1969年モデルでは3列座席モデルには標準で初めてデュアルアクションテールゲートが用意され2列座席モデルにはオプションで設定された。1970年モデルで多くのボディ外反がデザインし直され角張った鋭い曲線を描くものとなった。 この型は1968から69年モデルとよく似ており、実質的には第二世代と考えられるが、ボディ部品の多くはそれ以前の第二世代の車とは互換性がなかった。ダッシュボードも全く新規にデザインされていた。1971年モデルでは、オールズモビルは98のシャーシに GM の格納式、クラムシェル型テールゲートを採用した。 フルサイズのカスタムクルーザーを復活させたが、グラスルーフ付きのビスタクルーザーは1972年モデルまで継続された。少数の1972年モデルのビスタクルーザーが、ハースト社により改造を施され、ウォーミンスタータウンシップを拠点にして、公式のペースカーと同じ 455CU インのロケット V8 エンジンを搭載した1972年のインディ500の レースカーのサポートカーとして使用された。1972年モデルのハースとオールズモビルも 455V8 エンジンを搭載していた。2009年の時点でプレスカーと医療指揮者の2台が現存していることが知られている。ルーフグラスはオプションのポップアップ式前列サンルーフに代替され、1973年モデルで カットラスを含む GM のインターミディエイト車が完全に新しくされた時にホイールベースがカットラスのセダンと同じ116インに短くされたがビスタクルーザーの名称は1978年モデルでカットラスクルーザーが導入されるまでカットラススプレームの上級仕様としてさらに5年のモデルイヤーの間継続して使用されたこの期間にエンジンは 標準の 350CU インのロケット V8 や1976年モデルまで、オプションの 455CU インのロケット V8 が提供され、後者は1977年モデルで 403CU インのロケット V8 に代替された。3速のターボハイドラマティック AT、パワーステアリング。 倍力装置付き前輪ディスクブレーキが1973から1977年モデルのビスタクルーザーに標準で装備されていた。第2世代1969年モデルのビスタクルーザーがザット 70S 賞の中でエリック・フォアマンの愛車であった。この車は2006年に番組が終了するとフェズ役の俳優ウィルマー・バルデラマが 500US ドルで購入した。 1983年の映画、ホリデーロード4000キロの冒頭で衝突する車は1971年モデルのビスタクルーザーである。マッチボックスは2009年の1から100ミニカーシリーズで第二世代1971年モデルのビスタクルーザーを発売した。TV ドラマ、フリンジの中でピーター・ビショップが第二世代のビスタクルーザーに乗っている。ドライバー、 サンフランシスコにおいては、第二世代のビスタクルーザーが収録されている。ありがとうございます。